泡盛好きのずんだもんです。泡盛が好きになったなこです。今回は泡盛にニンニクを漬け込んで作るニンニク酒の作り方とその利用方法について解説するね。自宅でも簡単に作ることができるので、この動画を確認してニンニク酒作りにチャレンジしてほしいのだ。解説する内容はこちらになるよ。1. ニンニク酒とは何か。 2. ニンニク酒の利用方法。 3. ニンニクの効能。 4. ニンニク酒の作り方。 5. ニンニク酒の賞味期限。それでは解説スタートするのだ。 1. ニンニク酒とは何か。古くから沖縄で作られている薬用酒となり、泡盛に沖縄県産の島ニンニクを漬け込んだものになるよ。沖縄ではこのお酒を昼酒と呼んでいるのだ。昼酒はどういう意味なの。昼はニンニクの意味で、酒は酒といってお酒のことになるよ。漢字では昼と書き、ネギやニンニクの古くからの名称なのだ。噛むと辛くてヒリヒリすることから昼と呼ばれるようになったと言われているよ。そうなんだね。ニンニク酒の利用方法。古くから沖縄では薬用酒として、昔はどこの家庭でも作っていたのだ。民間療法としての利用や料理に使われていたよ。民間療法での利用、滋養強壮としての利用、風邪の引き始めや少し疲れ気味の時などにおちょこ一杯分を飲むと効果があると言われていたのだ。ニンニクが入っているお酒だから効き目最強で免疫力アップ間違いなしだね。この利用方法は風邪の引き始めに飲むと効果があると古くから親しまれてきた卵酒と同じような飲み方になるね。消毒での利用。もう一つの利用方法は消毒としての利用。擦り傷や切り傷などの傷口の周りに塗り、消毒と破傷風予防などの外用薬としても使われていたのだ。料理でも利用することができて、ドレッシングの隠し味や野菜炒めの仕上げに大さじ1杯入れたり、煮込み料理の調味料として使うと何とも言えない奥深さが出るのでおすすめなのだ。ペペロンチーノやお肉を焼くときに利用してもバッチリなのだ。いろいろな使われ方をしていたんだね。そうなのだ。3. ニンニクの効能、種類。ニンニクは古くはエジプトのツタンカーメンの墓では防腐剤として乾燥ニンニクが使われていたのだ。18世紀にペストが大流行した時はニンニクが入った消毒剤を塗りつけていた人が感染しなかったという話もあるのだ。ニンニクは中央アジア原産で、日本には2000年ほど前に中国から伝えられたと言われているよ。語源は困難を耐え忍ぶという意味の仏教用語ニンニクとされるのだ。強壮作用、疲労回復、冷え性、高血圧、動脈硬化などに効果的と言われ、まさに元気のもとなのだ。ニンニクの有効成分で匂いの主成分のアリシンという物質は疲労回復に良いことが知られているよ。無臭の成分であるスコルジニンには強力な酸化還元作用があり、体組織を若返らせ新陳代謝を盛んにするのだ。これらの物質はアルコールに長期間漬け込むことでより多く生成抽出されるのだ。だからニンニク酒を作って利用するのは理にかなっているのだ。そうなんだね。ニンニクパワーはすごいんだね。昼先で使用するニンニクも普通にスーパーで出回っているニンニクを使うのかな。地元の沖縄では沖縄産の島ニンニクを使うことが多いのだ。そんなニンニクがあるんだね。どんな違いがあるの。一般のニンニクと島ニンニクの違い。沖縄産の島ニンニクは本土の北方系のニンニクと少し異なり、たくさんの小鱗片ができる南方系のニンニクなのだ。本土で出回っている北方系の香りを抑えたニンニクは粒が大きく6片程度になるのだけど、一方沖縄の島ニンニクは粒が小さく20片くらいあるのだ。小粒だけど香りが強く、小さくても旨味はたっぷり、一粒の種から一杯増える子沢山の縁起のいいニンニクと呼ばれているのだ。そして島ニンニクの外皮はところどころ赤みを帯びているのが特徴だけど、中の実は白色になるよ。島ニンニクはどこで購入できるの。島ニンニクの旬は3月から4月となり、沖縄の食品が購入できるお店や沖縄旅行に行った際に購入することができるよ。沖縄旅行で購入した場合の注意点は、島ニンニクは匂いがすごいので匂いがカバンの中の荷物に移ってしまわないようにビニール袋に入れて厳重に梱包して持ち帰ることが重要なのだ。ニンニク酒の作り方。ニンニク酒の作り方を教えてほしいな。自宅でも作ることができるので今から説明するのだ。用意するもの必須。島ニンニク、泡盛、30度以上、
壺やガラス瓶に氷砂糖か黒糖、島ニンニクが手に入らない場合はスーパーなどで出回っていて簡単に手に入るニンニクを使用する。漬け込んだニンニクを食べる場合は取り出しやすい広口瓶を使用する。料理に使わない場合は氷砂糖か黒糖も追加すると良い。漬け方、生ニンニクと泡盛、蒸したニンニクと泡盛、生ニンニクで漬け込むと異常に臭いのでニンニクを一度蒸してから漬ける方法もあるのだ。蒸してから使うと匂いが弱まるのだ。蒸すのは電子レンジでも大丈夫なのだ。作り方、島ニンニクの皮を剥き根の部分をカットするのだ。島ニンニクをきれいに洗い乾かしてほしいのだ。匂いが気になる人は蒸してから乾かしてほしいのだ。消毒した壺やガラス瓶に漬け込む器の3分の1くらいのニンニクを入れて泡盛で満たすのだ。蓋をしてラップなどをかぶせて密閉すれば完成なのだ。漬け込んで3ヶ月くらいすると味が染み渡るけど6ヶ月から1年ほど漬け込むのがおすすめ。熟成するにつれてだんだんと琥珀色になっていくのだ。簡単に作ることができるのでぜひ作ってみてほしいのだ。作ってみたいけどたくさん作っても使い切れるか心配だな。お試しで少しだけ作ってみたいなという場合は泡盛の瓶にニンニクを1、2個入れて作るのがおすすめなのだ。これなら超簡単に作ることができるね。ちなみにツンダモンが9年前に作成したヒルザキがあるのだけど、生ニンニク版、蒸しニンニク版のどちらも適度に熟成して琥珀色になっているのだ。気持ちとろみがついていてこれを飲めば風邪は一発で治っちゃうこと間違いなしなのだ。すごいね、9年もの飲んでみたいな。ニンニク酒の賞味期限、賞味期限はあるのかな。ニンニク酒に賞味期限はほぼないのだ。でも作る時に雑菌が混ざってしまうと一部にカビが生えたりニンニクそのものが腐ってしまうこともあるので注意が必要なのだ。容器に雑菌がついていると腐る原因となるのでしっかり煮沸消毒をしたりアルコールで拭いたりしておくなどの下準備が大切なのだ。ニンニク酒保存のコツ、ニンニク酒は光に当たっていたり温度が高い場所での保存は良くないのだ。品質が変化する可能性があるので暗く涼しい場所で保存してほしいのだ。容器を新聞紙で覆っておくのも良い方法なのだ。今回は沖縄で昔から作られているニンニク酒について解説したのだけどいかがでしたか。簡単に作ることができるのでぜひ作ってみてほしいのだ。このチャンネルでは沖縄県知事認証泡盛マイスターの呼称を持つチャンネル登録者が沖縄のお酒泡盛に関することを初心者にも分かりやすいようにこれからも配信していくので、このような動画を見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録をしていって他の動画も見ていってほしいのだ。解説してほしい内容のリクエストもお待ちしています。ではまたゆるゆると解説するのだ。最後まで見てくれてありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうなのだ。次の動画まで待っててくださいね。